あなたは視界が悪い中、駐車場内を走行しています。この時あなたは何に注意しますか？右側の駐車スペースから車がバックしてきて、危うく衝突するところでした。もう一度見てみましょう。左側の親子に注視しがちですが、右側の駐車スペースに止まっていた車のバックランプが点灯していたので、その車がバックしてくることを予測する必要がありました。別の視点から見てみましょう。駐車場内では子供などの歩行者を見かけると、その飛び出しに注意を引かれますが、止まっている車にも注意しなければなりません。視界が悪い場合にはバックランプが普段よりも見えにくくなっているため、いつも以上に周りをよく見る意識が大切です。